さあ、パターゴルフ場を後にして、はい、我々が今度向かうのは、ええ、アーチェリーでございますね。ここもまた勝負になりそうな。ちょっとお腹空きましたけどね。そうなんですよ。そう言って思って、はい、アーチェリーの後にはちゃんとご飯も用意してますので、ありますか、はい、あ、じゃあ楽しみにしていただければと思うんですけど、いや負けられませんね。僕はちょっと落としてますから、ゴルフ一勝、まず一勝ね、私してるんで。あのゴルフ何でしたっけ、ジャック・ニクラスですよね。まあだからそれに対して私、和製ロビンフットと呼ばれてますから弓をいらせたら右にいるもんだし。でもなんかね、その育った環境からして弓とかやっててもおかしくないんじゃないか。そうですよ、僕なんかもう田舎でね、イノシシがいる場所で育ちましたから、ね、小さい頃は那須の夜市だと言われてましたよ。それがロビンフットに変わったはいはい、はい、だったら最初から那須の夜市って言えばよかった。小さい頃はもう那須の夜市と。それが突然和製ロビンフットになったんだ、ね、はい、もうやっぱ大人になるにつれて、あ、これはもう日本規模ではないなと。あ、そういうことか。大体イメージはできてます。あ、こういう風にやればいいんだと、はい、溜めて放つ、溜めて放つということで、まあ、アーチェリーはあのちゃんとやんないと本当大怪我する可能性があるんで、はい、あのまずは先生にちょっと教えを請うてからの戦いになりますんで、はいはい、なるほどなるほど。ちょっとドキドキしますね。でもやったことない、全くない、本当にゼロ、ね、僕もゼロです、はい、ないじゃん。もちろんもちろんゼロです。ナスの用意してよく言ったもんだよ。鏡アーチェリーさんにやってまいりました。来ました、どうも。こちらは鏡フィールドアーチェリークラブと。今夜は寝かさないよってことでいいですか。うわ、エリートアーチェリーが始まるわけですね。暑いですね。いや、このまた大自然の中で、かっこいいよね、見てて。さっきのギャルも振り向いてくれるかもしれない。あら、痛めちゃいます。ずっと心残り。いや、ずっと言うやん。ずっと言うじゃないですか。この旅で一番で一番心残ったみたいな。いやいや、まあお言葉ですけど、やっぱ、うん、そこに一番いなそうな人がいたんで。確かに今日疲れたわけですね、急にあの大自然の中。だそれも、はい、打ち抜いていただこうかなと。なるほどなるほど。いやっと、ここでかかる分のね、あの代金も、うん、はい、今回の旅の資金からですということで、はい、だそれもありますから、ここ私取りますよ。何かしらの勝負があるでしょうから。あ、そうですね、じゃあ早速講義の方を受けてみたいと思います。はい、こんにちは、お願いします。お願いします。お願いします。おー、すごい。まずは練習をさせていただくということで、はい、まず一つ目がね、このアームガードというものですね、はい、これはね、左腕の内側をこんな風にね、あ、なるほど、ね、これ引っ張って離すとね、矢と一緒に離した弦がここに当たっちゃうことがあるんですね。でも痛いですから。お、かっこいいな。ちょっとこの時点でやってる感ある。自由がプラチックしてるんでね。で、もう一つね、今度指を守る棒、これタブというんだけど、はい、でもね、グローブですね、弦を引っ張るときは親指と小指を使うのにね、この3本で引っ張ります。ほう、ね、今日体験なんだけどね、今から60本ぐらいしますからね。おー、60本以上します。すごい。右手でしょ、これ。あ、こういうことですか。そうそう、右手、右手ね。話聞きました。話聞いてました。60本打つっていうのにすごいうろたえて話聞いてなかったじゃないですか。今僕ずっと右でやってましたよ。右でした。本当ですか。いや、嘘です。全部左につけようとしませんでした。どうやってやんだろうな。はい、お借りしてまいりました、はい、弓とあとは矢とプロテクターなどお借りして練習場に来ました。はい、では早速お教えいただければ、はい、お願いします。お願いします。はい、はい、お願いします。足はまず肩幅ぐらいですね、真横を向いて。で、1人5本矢を渡してあるんで、まずね、今から5本打ってもらいます。はい、多分最初の5本はバラバラになっちゃうと思うけどね、それで OK ですから。はい、まずはこの道具に慣れ、そして2回目にね、今度は狙い方を教えます。はい、この狙い方を教わるとコツをつかんでね、どんどん真ん中の赤い球に集まってきますからね。おー、その2回だけでレクチャーおしまいですから。で、もう一つがさっき言ったこのアンカーです。はい、頭部に手を固定すると言いましたよね。これ今日の一番のポイントなんですが、今日最初の1本目だけ2人が打つときにね、僕が合図を出します。はい、1、2、3って言うんでね、2人は3で発射してください。ね、はい、その時にね、守ってほしいのがアンカーをね、そのままつけっぱなしにしといてほしいと。見てて、1、2、3、これだけです。あー、なるほど、ね、はい、多分イメージとしてみんなね、えいってね、弾きたい人も結構多いと思う。実はね、アーチェリーはね、弾かないんですね、離すだけと。ちょっと一回やってみますから見ててね。はい、まず姿勢をまっすぐ、はい、ね、狙う的を決めたら
頭を動かさずに弦を根に引き付けてから最後にアンカーを固定すると、もうこれでおしまいです、はい、あとは2回目に狙い方を教えるんで話しますよ。 1,2,3 うわーすごい、ほー、はい、迫力ありますね。すごいスピードだった。はい、はい、じゃあ2人とも準備できたら打ちますよ、はい、まず足は真横を向いてね、はい、狙う的を決めたらその黄色から目を離さずにいきましょう、はい、左手をまっすぐ伸ばして、では頭を動かさずに一気に目の前まで弦を引きつけてから頬骨にしっかり人差し指を固定して右目の前に弦が見えることを確認したらいきますよ。 1,2,3 うん、いいですね。怖っ、怖っ、いいですよ、いい、怖っ、すごい、ね、すごい、まずは離す練習をします。迫力がすごい、すごいな。後ろに反らないように小指は抜いて3本で持ちます。そして人差し指をもうちょっと引っ張って顔にしっかり人差し指をピタッと、そうそう、いいですね。あとは開くだけ、ポンと、うん、いいですよ。ほう、指を開く、もうちょっと下がっていい、うん、目の前まで引いて、だいたいあそこに行くんだな。そうですよ、いいですね。これ個人差があるけどね、だいたい人それぞれどっかにまとまってきますから。ああ、そうなんですね。まとまってる人ほど上手ですね。楽しい、楽しくなってきますね。楽しいね、これよ。後ろに取らないようにしっかり目に弦を引きつけてから大骨に手を指を抜いて、うん、いいですね。へえ、うわぁ、本当に同じとこに行く、いいですね、すごい、ほぉ、いやぁ、楽しいなぁ。いや、すごい、ぶっすり刺さった、初体験。じゃあ狙い方いきますよ、はい、はい、この意味ね、まあ、補足なんだけど名前があってね、ベアボーという名前です。ベアボー、ベアって裸って意味なんですね、はい、要はね、何もついてない裸の意味と。オリンピックなんかではここにいっぱい棒をつけたりとか、ね、あ、はい、正直なんですね、ついてますね、はいはいはい、あれは 70m というね、長い距離を打つためのことなんだけど、信じられないな、70m。 いや、いずれ練習してないです70。まずみんなと同じ 5mm 下持ちますね、はい、そして頬骨にしっかり手を固定して、的を見る、はい、そうするとね、今僕は矢の先がね、ここに浮いて見えてます、はい、どういうことかというとね、矢の一番後ろ、今ここにありますよね、はい、目よりも5センチ下にある、はい、ということは狙ってる時、矢は目よりも下から上にピーッと少し上って生えて見える。はー、だからか、そうそう、ちょっとこれ、そう、そうなんですよ。だからみんな矢を行っちゃうと、はい、ね、はいはい、まずね、最初の1本目は試しに黄色を狙ってください。黄色、いきますよ。まず試しに矢の先端を黄色の真ん中に合わせたあたりで打ってみると、はい、ね、そうしたらね、僕の場合黄色を狙ったのに約30センチくらい上の青いちゃいましたよね、はい、じゃあね、最初からもう上を向いてますから、はいはい、必ず狙うよりもね、近い距離の場合上行っちゃうんですね、はい、なので、皆さんはね、最初試しに矢の先を黄色の真ん中に合わせて、その矢がね、どの辺に行くかを確認しましょう。ドンピシ、ね、僕の場合はね、何回打っても絶対あそこに行っちゃいます、はい、ですからこの5メートル、僕はね、下の青を狙うって決めちゃうんですね、はい、あ、反対を狙えばいいと、矢の先を、下の青まで下げておいてから離すと。わー、確かに、ね、真ん中に近づいてきますんで、まず皆さんも一回黄色を狙ってください。はい、わー、形とか個人差がありますんでね、今日は一応10メートルまで下がりますんで、10とか距離ごとにどの辺を狙えばいいか、はい、覚えておけばいいと、はい、ね、距離感をつかんでからコースを回ってください。はい、はい、すごい。じゃあまず5メートルから始めましょう。アンカーをつけてから、ある程度矢の先を黄色に合わせて、うん、いいですね、いいですよ。あ、ってことは黒だ。そうですね、ってことは自分は、まあ、ちょっと左下の青ぐらいかな。青ですね、そうですね、はい、上まで引いて、アンカーつけて、まとめに近づくようなイメージで下を狙う。ここ、うん、もうちょい下だ。うん、あ、いいですね。うぉあ、下行き過ぎた。どれが今の矢なのか全然わかんないけどなんか結構集まってきてる気がする。繊細な競技だね。俺、ま、ほぼ一緒のとこ入ってる。では次ね、 7.5m ちょっと距離伸ばしましょう。 7.5m、 さっきも言ったように矢は少し上に向かってくんでね、遠くなるとさらに上行っちゃうっていう方もいます。あ、力の加減でと、ね、上向いてるからね、はい、だからまずは5メートルと同じね、下の黒あたりを狙ってみて、はい、で2本目3本目で修正するようにしましょう。
和製ロビンフッド。よし。あ、いいですね。そんな感じ、うん。あとは指だけを開けば。なんとなく似たような位置に。おお。お、行った。ほう。なるほど。おお、行った。うん。楽しい。楽しい。楽しいですね。遠いな。遠く感じますね。ちょっと危ないかな。危ない、危ないと思う。大丈夫ですか？全然俺当てる自信あるよ。だいぶ上行っちゃったな。だからお尻は下に向け、引き出しは上に上げるようなイメージで、そうそう、そういうイメージで、でピタッと決めて、矢の先を下の黒に合わせていきますよ。1、2、ポンと。ど真ん中。いやー、ちょっと言われた通りやっただけなのにこんなうまくいくなんてびっくりです。いや、だから上達を感じられるっていうのは人間にとっては喜びですよね。そうだね、成功体験とか、うまくなった気がするっつって面白くなる、こんな僕でもできるんだみたいな。もうだって打たれる側のフォルムですもんね。山にいたら、おいい、ふざけんなよお前。お前は強者を食らってきたの方だからね。おっつって美味しそうだって。ふざけんじゃないよ。楽しい。じゃあ最初のホールは、ホールっていうのか分かんないけど、ポストですね。ポスト、最初のポストはじゃあ私から。おお、いいとこ行ったね。これ1本目がうまくいくと、そう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 ですよね。え、最後より近く感じますけどね。強くなったんですよ。あ、そういうことか。風景が変わると距離感で結構変わっちゃうんだ。あ、そういうもんなんだ。狙い場所を見定めて。やっぱ球が大きく見えると一緒ですかね、うん、ストライクゾーンが広く見えるみたいな。うるせえな。バレました。集中力がかかせようとしてるでしょ。いや、1本目ずいぶんいいとこ行っちゃったなと思って、これちょっと良くないなと思って、だんだんその修正してもらってあそこにたどり着くっていう。うるせえだよ。大丈夫だよ、ある程度のとこ行ったから。不安だなと思って。4本目は 3D を狙うんですよね。はい、わかりました。穴だらけだ。よし。うわ、うめえ、やばい。すごい安定してるじゃないですか。ほぼ一緒のとこ行った。下の中央北辺に行った方がいいのかな。よし、チャンス。で、あとは 3D を狙うわけですね。3D とか一回も狙ってないから。やめろって。俺穴だらけじゃねえかよって。いけ、よし。いやー、うまい。よし。ただあれでは逃げられますね。ケツに刺さったからね。ケツに刺さったからね。点数をじゃあ、この場合はだから553ですね。553の5か。はあ、18点、高得点ですね。いやあ、これは参ったな。ちょっと道のくのロビンフットピンチですね。しっかり狙って。あれ、お、いいじゃないですか。よしよし、狙ってしっかり前だけを見て。はっ、随分と上に行っちゃったな。ずれたな。決まないで。あー、高い。もうちょっと下じゃないか。あ、 3D チャンス、 3D チャンス。結構もう今の時点で離されてるからな。ここ絶対に外すわけにはいかない。食べられちゃう。早く逃げないと。やめてよ。そうはいかんざき。やめてくれよ。あー、なに。大丈夫、これは。あと何個ありますからね。どうしても思いやりの心が。はい、じゃあ弓下に置いちゃってくださいね。はい、これも触ってないで。433の0、433の0、10点、10点。あ、まだ全然いけるな。うわ、惜しいな。
命拾いさ。うん、ガタガタ震えてたんだろ、慈悲の心が。今は8点ビハインド。よし、心穏やかに、心を込めて。おお、なるほど、寄ってきてんじゃない。もうちょっと下なんだ。そっか、7メートルちょっと近寄ってるからか。なんで俺に見えるの。今後ろでコマネチしてました。やってますね。さては、チキシュー舐めやがって。めっちゃコマネチしてる。ああ、だいたい同じとこ行ってんね。もっと下なの。五臓六腑にさ、染み渡る一撃食らってやってよ。 3D めっちゃ近く見えるけど、いざやろうとするとすげえむずいっすね。むずい。 3D だからかな。参ります。松本バッチ4本目。あ、よし、おめ、よしよしよし、おめです。1,2,3,3,4、私はこれで合計25点になりました。なるほど。ここでじゃあもう、だから丸山さんが1本目にちょっと大外しして、あれあれってならないと。引導渡してやるよ、ここで。うまい、寄ってる、うまいね。よし、3点だろ。3点だろ。すっごい負けず嫌いだな。3点だろ。うるせえな。ドキドキしてますよ、シカ。俺が、俺がやられちゃうんじゃないのって。もうちょいした。4点だな。あ、そうか、もうこれであとあれか。そうです、シカさんか。よし、あー、チャンス。シカ逃したのは痛いな、これ。マリモさんはシシ鍋。僕はシカ鍋です。マリモさんはシカ鍋、はい。6、5、4、4、2本、3、1本ですね。4、2本、3。いや、こうパターゴルフとアーチェリーでだいぶ楽しめますね、山梨県。明日筋肉痛になりそうですけどね。こういうレジャーものの中でかなり楽しいホスよね。ねえ、ここはハンター感ありますね。もっと遠く感じるよね。はい。え、これ 10？ よく計測したら20でしたとかないかな。第3ラウンドは私から。めっちゃ大事ここ。うまっ。黄色いったか。黄色ではないですね。外さないですね。中心の方に行けてるよね。うわー、上すぎる。ためすぎるとわけわかんなくなりません。そうだね。なんか意外とスッて打った方がいいのかな。うわ、きたー、ど真ん中じゃないっす。マジ目が悪くてよくわかんねえ。6の可能性ある。あとはクマちゃんね。 3D クマちゃん、小熊だな。あれ生まれたばっかりだ、あれ。あれ小熊ですよ。どこ、地面に刺さりそう。ママ、ママ。いたー！いたー！ど真ん中だ！ど真ん中いった！ぶっ刺してやったよ。これ点数高そう。うわ、6いってますよね、一発。おー、いってる。9、4、1かな？ 6、4、1だ。何点差すか、今。前のやつで4点差。まあ、今の時点で言っちゃうと20点差。20点差、20点取ればいいですね。うん、20点取ったらチャラ。なるほど。だから黄色黄色黄色 3D で同点、うん、そうね。すんげえ離されてる気になっちゃう。すごい離されてる気になっちゃうんですけど。マリボさん、こういうの苦手そうだからな。苦手そうだもんな。俺これ勝っちゃうだろうな。苦手そうなのに意外とやれてる。スピード結構すごいよね。おお、すげえ今綺麗な軌道だったよ。惜しい。
よし慣れてきてる。食らいついていこう。5、4ぐらい去ってるでしょ今。あーまずった。さあクマちゃん、クマちゃんは取っておきたいですね。おめえなんかに射抜かれる俺じゃねえよおおめえなんかには食われねえよ。この間抜けが俺が食っていいのはマリモさんだけだよ見てろよ、俺はクマだよあーすごい、同じようなとこ刺さったし分かってきた。6でいいっすよね。あ6点取った。6、4、3武蔵と5点18点、43点。よし、だいぶ差あったのにね。縮まりましたよ。あと2点。次まっちゃんですか。これラストラウンドは1本ずつ交代します。あ、いいよ。さあ最終ラウンド、最終コースです。ここで決戦と。はい、今45点43点。はい、で特別に今回は15メートルからも打っていいですよと。はい、打ちたいなら打ってくださいということなんで、もう15メートルやってみましょう。今まで我々10メートルまでしか体験したことないんで、未体験ゾーンです。初めての15メートル。しかもそれを CU を決する場面でやると、ぶっつけ本番で。だからもう対応力が試されるってことですよね。そうね、 1.5 倍だから最長の、うん、でここは1本ずつやっていこう。わかりました。1本目、松本さん1本目お願いします。はい、お、刺さった。多分1、2、3点のとこっすね。はい、私1本目。よし、来たえ、こんな変わんの？全然違いますね。ちょっとできた気になってたのが恥ずかしいぐらい外した。これ5でしょ、あれ5だよな。いやいや5だよな。5に当たんねえやついるいねえよなプレッシャーはい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 、いいとこ行ったぞ。はい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 、なんか分かった、分かった気がした。わあ、ちょっと覚醒してる感があるな。あ、なるほど。ちょっと下がったね。そうっすね、勢いが。はい、距離がある分。うわ、これ何点差だこれ。ここで点差見ます。5点以上開いてると。そうか、やってもしょうがないのか。あ、でも意外と刺さってないんで真ん中ね。確かに。ここは2、4、2、3、4だ。2、3、4。僕が0、2、2か。4点。3点差だ。これ4点。5点ひっくり返って3点差すわ今。だから鹿取ったもん勝ちです。綺麗に鹿取ったもん勝ちです。すげえ、なんかレジャーのはずなのにめちゃくちゃ真剣になってきたな。さあ、日本の大竹正弘、後がなくなりました。最後の1本、メダルをかけた最後の1本、鹿でした狙うは鹿。マジでしか。よし。うわー、伸ばせた。ひとまず。はー
これで松本さんが外せば私の勝ち。これはハートが試される。これで刺されたらまあ僕の負けですね。昨日0点がやっぱでかいな。さあ高校松本選手運命の1打でいいんでしょうか。1打です。やりました。あー負けた。いややりました。道の奥のロビーフット。あーやりました。現代によみがえって夏の夜市。やりました。いやちょっとおごりが出たというか満身が出たかもしれない。結構最初のリードしちゃったんで、これは完敗です。先生がのされ際にまだ逆転ありますよ。あ言ってましたね。残念。じゃこれで、5本勝負イーブンということで。イーブンです。はい、果たしてあと3本勝負何があるんでしょうか。あるのかないのか。ない可能性もある。じゃあこの後は楽しいお食事タイムで。お食事やりました。もうなんかお腹空いちゃう。はい、歯医者はちょっと荷物運びで早く焼けよ。そこまでか。そんなのかかったな。もっと早く行ってほしかったな。マリモ君が取れなかったのしかも焼いてあげるから。僕がありがとうございます。イノシシ絶対食わしてやる。イノシシ俺だけのもんで。さあ松本さん、はい、運動の後はやはりお腹が空くということで。あいい、温まってますね。これから、私たちお昼ご飯なんですけど、はい、バーベキューでございます。バーベキュー来た。わーい。バーベキューなんてやるのもうマジで何年ぶりだろうって。いや本当久しぶりですね。ということでここにね、はい、まずはお肉がこうね、これすごいですね。アーチェリーコースについてる。そう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 、すごいですね。そうそうそう、アーチェリーのね、このすぐそこがほら的だからね、うん、後ろね、はい、焼いていきましょう。焼いていきましょう。あとは焼きそばもございますんで。あいいっすね。松本さんやっちゃってください。あちゃ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 。え、お刺身じゃないんだよ。醤油とお刺身じゃないんですよ。ない。おーっつって。美味しそうだな。じゃあ焼かせていただきますね。私も一切れいけますね。うわーいい音。うーちょっとお野菜は時間かかるんで置いちゃいましょう。はい、あっという間にエンディングのお時間ですけども、わー終わりですね。早かったっすね。山梨の旅早かった。まあ、前日は、まあ、移動だけでね、はい、終わっちゃって、で、まあ、こう今日が、まあ、メインの旅だったわけですけど、何が一番印象深かったですか。まあ僕はまあパターゴルフっていうのは別に何ですか、想像を超えてくるものっていうわけではなかったですけど、楽しかったけどね。はい、やってみたら楽しかったですけど、アーチェリーと、うん、あの富士山は想像を超えてきましたね。うん、いやちょっとあれはなかなか見られない体験だよね。はい、これもアーチェリーもそうだけど、バーンってこう、おわーすげーってなりましたし、うん、こうやってやってみてこんな楽しいんだって思いませんでしたもん。もっとなんかね難しくて、その30分はそこらじゃどうにもなんないんだろうなって、うん、アーチェリーに思ったけど、深い、簡単に、楽しめるというか入ることはできるけど、そっから先がだから伸びしろっつうか、なんか奥深いよね。はい、すんごい奥まであるイメージがあるんですね。でも一番あれでしょ、印象のことはやっぱギャルでしょ。いや、それはそうなんでしょうね。もうだって聞いてる時点でそうじゃねえかと思ってましたもん。今もうその質問その質問の答えはもうね、そうなんじゃねえかって思ってましたもん。なるほど、印象深かったのは。いやでも今日というか今回はいい体験できたなと。いや充実しました、はい、山梨近めじゃない。近いですね。結構、うん、ご飯も美味しかったな。やっぱ自然の中で食べるご飯ってのもね、うん、美味しかった。美味しかったね。そろそろでも実践もね、はい、これ使ってばっかじゃさ減っちゃうから。そうなんですよ。貯めつつ、うん、たまにこういう旅行があって、うん、次どこかな。でも行くとしたらどうでしょうね。行きたいところどうありますか。まあ、やっぱ初めてのとこがいいですよね。黒部かな。いや黒部ダムはね僕行きたいんですよ。行きたいよね、はい、多分相当な迫力だろうな。で多分ね黒部ダムもこの時期だと思うんですよね。本当にまさに、はい、あの寒くなっちゃうと雪降っちゃうと思うんで、結構行ける時期限られるもんね、うん、あそこね。まあ、第2弾の旅行を計画しつつ、はい、また実践もしていこうというところで、うん、今回はお開きさせていただきたいと思います。あとはいいですか、この神様にお参りして、ええ、ありがたい旅になったと思うんで、うん、わさび道のことはもう流してもらうということで。わさび道はだけ許さない。許
許しは許しは得られないですか。まだいつかぶっ潰した。あ、本当ですか。もう取り戻す。まだ足りない俺の銅だったろう。俺の銅、俺の銅、俺の銅を取り戻す旅へ。 あと大事なこと忘れたんですけど、日本しか勝負してなかったドロー、ドロー、あ、ドローね、ドローだよ、ということで平和に。あ、よく10本やるって言ったよね僕はドロー折半折半ということで、ではまた次回を楽しみにお待ちください、はい、ありがとうございました。さよなら胃の豚じゃねえつってんだろ俺は5点もっとくれよ